越中医越中医は、大阪市中央区森の宮中央二丁目十二にある、史跡。細川家の当主である、細川忠興の屋敷の台所があったと伝えられる、場所で、細川シ社最後の地として知られる。越中井戸とも呼称される。細川シ社の名で知られる卵が、当屋敷に移り住んだのは1578年。細川忠興の性質であった卵は、父である。 明智光秀が本能寺の変を起こしたことで逆進の娘の存在が細川家の存亡に関わることを恐れた忠興により細川領内で丹後半島の奥地であるアジハニノに遊兵されていた後に光秀を討ち取った豊臣秀吉が石山本願寺跡に大阪城を建設細川屋敷は城の三ノ丸にあたる道地に建設され卵もそこに住むことを許された 細川屋敷に移った後、卵は、忠興の命により、家臣二人をつけられ、外出を厳しく制限された。彼女はほとんど、外へ出ることができない中、推しのビデを訪れた教会がきっかけで熱心なキリシタンとなる。卵は、バテレン追放令が発令された直後に、忠興に、内緒で、キリスト教の洗礼を受け、ガラシャの名を授かった。 秀吉の死後の1600年、藍津征伐において忠興が徳川家康に従って出征している間に、豊臣家の再興をもくろむ、石田三成が決起。三成は忠興を味方につけるため、ガラシャを人質にしようと、細川屋敷を取り囲むが、彼女はこれを拒絶し、自らの命を絶ち、屋敷に火を放った。これに驚いた三成は、 他の大名の家族に手を出すのを控える。よう余儀なくされ、結果多くの武将が家康側につくこととなった。細川屋敷の焼け跡には台所の井戸が焼け残っており、越中井と呼ばれた。道地は江戸時代後期の説明書図でも観光地として記載されている。井戸は大正時代に一旦埋め立てられたが、地元の住民により昭和34年に復元。 その後、他の場所に移そうとした市に住民らが相談し、井戸は保存された。越中井は現在も30軒ほどからなる越中町会により交代で管理されている。越中井は中央大通から坂道を降りた道の角に位置する。石造りの井戸と地蔵堂、石碑があり、周囲は小立に囲まれている。石碑は昭和期に 大阪市婦人連合会により建てられたもので、側面には、ガラシャの辞世の句、散りぬべき時知りてこそ、世の中の花も花なれ人も人なれが刻まれている。句は、徳富祖宝による筆。越中医の名は細川屋敷の主人である、細川忠興が、腰中守であったことから名付けられた。なお、同地の現在の住所は、中央区森の宮中央二丁目であるが、 1979年の住居表示変更までは東区越中町であった。ありがとうございます。